派手にやる必要はない。これは先祖たちが雨雲を迎える時の動きよ。何？夢の中で目覚める。私が出張らないといけないの？絶好のチャンス。決断を下すときは冷静に。オリジニウム鉱脈を乗せた溶岩にはついてないわね。今日の貧乏くじはあんたよ。了解。私の出す箱には戻れない。そこに答えはない。いつでも私が聞いた洞穀をあなたにも教えてあげる。準備これで静かになってくれるの？さっさと片付ければ。ようやく私の出番か。先輩、どう怪人は生命を育み、神馬を除かず、汚れを進むもの。どれくらいの時間で片付ければいいの？どっちだろう。ここには戻れない。そこに答えはない。命を奪うようなことはいたしません。私よここに。毎回カウントするなんて誰が言ったのかしら。この戦いであなたの指揮を学ばせてください、ドクター。まだ考え。信念がその歩調をかき乱す。私がお守りします。何？夢の中で目覚める。順風が雨と消す時節ね。頼みは真っ先に沈黙を破ったと臆病なんだ。怪我はさせません。あまりまた足元を見てください。どうすればいいかくらい分かるでは。私に命令しないで。ネバなんとかついてないわね。どんな状況でも勝てるのは昔と変わらない。ただあの頃と違ってその喜びように偽りはなさそうだけど。